今年の女子プロレスカードいいですね、いいですね。そういう非常にかっこいいパケに、また表紙にすずと藤本さんと雪日が載せていただいてます。イエーイ、藤本さんと、イエーイ、すごい。真ん中に会長もね、会長もいますよ。タイちゃんもいるね。うん、いいですね、いいですね。さあではゆきさんがねこう開けている中で、私はちょっとあれもやりたいんですよ。あ、私はしかも黒が沙織だよ。白と白い沙織と黒い沙織だよ。わお、ジェジェイ、すごい。そして私はペンライトインフォメーションをしたいなと。あ、はい、ありがとうございます。ですね、後楽園ホールは今声援が禁止となっておりまして、基本的には手拍子足拍子での応援をお願いしているんですけれども、前回の後楽園ホールの前からですね、ペンライトを使ったらどうかなということで、皆さんにぜひ持ってきてくださいということをお願いをしております。ペンライトで、選手の入場をぜひ盛り上げていただけたらなと思います。ペンライトは試合中は消していただきたいんですけれども、選手が入場するときにぜひその選手の色とかにね変えていただいて、例えばユキさんだったら青とか、藤本さんだったら赤とか、なんかそんな感じでね変えていくと非常に楽しいと思うので、ぜひ皆さんいかがでしょうかということで、おすすめのペンライトを紹介していきたいと思います。さあユキさん、まずはカードちょっと挟みますか。はい、一袋目、中森花子さん、中森さん、うーん、お、ピンクかわいい。そしてソナのみゆさん、アクトレスガールズリングアナウンサーさん、うん、もっと宝塚歌劇団の、へえ。そして J のクレアさん、おお、美人、クレアちゃん本当美人。そして渡辺美優さん、アップアップガールズプロレスということは東京女子かな。いい体してますよね。はい、がっちりしっかりね、体がしっかりしてます。すごい気になる選手です。そして入江彩乃さん、カラーズですね。そうですね。そして、原宿ポムスさん、東京女子プロレス、はい、はい、一含めはこんな感じでございました。登場さんパックですね。はい、まずはですね、私が今持っているのはちょっといただき物なんですけれども、こちらが、ルミカのもので3000円ぐらいのものになります。これのいいところが24色から選べるので、例えば同じピンクでも濃いピンク、薄いピンク、柔らかいピンクみたいないろんなのが選べるので、私の場合だと例えばつくしさんはちょっとなんていうか可愛らしいピンク、チェリーさんは濃いピンクみたいな感じで使い分けてました。あといいところが、電池が簡単に開く、そして単4電池が使えるので充電式の電池を入れて使ってます。結構電池がね1日使うとすぐなくなっちゃうので、充電池が使えるこういうタイプいいかなと思います。でももっとねお金かけたくないっていう方はですね、100均とかでもありまして、星型、ハート型、ファンシーな感じのライトがたくさん売ってるのが100均です。デメリットは、電池がボタン電池なので、ちょっと使いにくいかなっていうのと、電池でコスパが悪くなっていく感じがあるかなと、あと電池開けるときにドライバーが必要というところがデメリットになります。では2パック目お願いします。へい、ズバク目、さやかさん、ガットムーブさん、そして志田さん、志田ひかる選手、そして、中島翔子選手、東京女子プロレスさん、さき選手、アクトレスガールズカラーズ、角田直選手、アクトレスガールズビギニングかな、アクトレスガールズとしか書いてない、フリーだ、フリーに転向、登場さんに出てますよね。登場で、もちさん、もちさんが出たよ。お、アイスはね、もちさんしか来てなかったな。次こそ、次こそ。はい、100均だと、セリアとかダイソーにあります。ダイソーには8色の LED コンサートライトっていうのが330円で売ってます。セリアには5色展開のライトが売っているということです。でですね、
コスパ的に私が一番一押しなのがサンキューマートの、ペンライトです。これがですね、なんと15色に光るものになってまして、基本的な色は全部揃ってます。で、単4電池が使えるっていうのがすごくいいところです。100均のは全部ボタン電池なんですけど、単4電池が使えるのでかなり電池のコスパはいいかなと、買いやすいし、あとこれと同じようにパカってできるタイプなんで電池交換もすごくしやすいなって思います。前回の後楽園ホールでなんか見本でつけたりとかしてたらもう本当にすぐ電池なくなっちゃったんですよ。なので毎回電池変えるって思ったら電池のコスパがいいものを選ぶのが本当におすすめです。では次のパックお願いします。はい、3パック目、ラッシュちさこ選手仙台ガールズプロレスリング、そしてこちらも、仙台ガールズプロレスリングまなみ選手、はい、関口かっけるアクトレスガールズのビギニング、そしてこちらは松井美沙選手アクトレスガールズのカラーズ、そして佐藤彩子選手ワールド女子プロレスディアナ、かっこいい、そしてバニー及川が出ました。アイスリボンバニー及川、はい、3パックで2人しか出なかったアイス、もう2パック、もう2パックパック選んで、ぜひアイス少なめパックって言われてます。アイス全然出ないわ。調べたんですかって言われてるんですが、そう調べました。昨日なんかコスパのいいペンライトないかなと思って調べました。ある程度いいもの買う方がおすすめではあるんですけれども、サンキューマートは390円プラス税で429円で15色、しかも電池が単4が使えるっていうので一番おすすめかなと思います。都内にも何店舗か、新宿とか渋谷とか原宿のあたりにあるので多分行きやすいかなと思います。ダイソーの330円の8色ライトもいいかなと思います。レッド、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、オレンジ、イエロー、ホワイトなんで多分大体網羅できるかなという感じです。タバック開けた、お開けたぞ。怪獣リコ選手シードリング、シードリングさん初めて出ましたね。新垣リナちゃん 2AW リナちゃん、桜井舞ちゃん、クトリスガールズのベギニング、フィリス女学院大学一緒の大学でフィリスタンク、お、救世忍者ランマル選手、ランマルさん、おカラフル、はい、そしてね、ネイサン・ミッシェル選手、ネオビ式軍ということは東京女子さんですかね。そして青木いつき出た、いつきショーンキャプチャー、そして前田美咲選手、琉球ドラゴンプロレスリング、おー、すごい体、お、レオン選手キュア自衛女子プロレス、そして桜井優子選手もアクトレスガールズカラーズ、アクトいっぱいいるね、うんうんうん、そうですね。そしてね、マナセユナ選手のカードが頑張れプロレス、マナセユナ選手のカードとサインカード出た、あ、すごーい、サインカード色気、そして最後に本日大活躍でしたテクラ、イエーイ、テクラチューン、アイスリボンからテクラが出ました、テクラチューン、はい、ということで4パック開けて3名おーでしたねー、すごい、テクラちゃんカードね、いいですね。テクラちゃん初めてですか？初めてだね、わお、うん、ぜひ初カードっていうのはね記念なんで、うん、今ゲットしてください。水道橋だとペンライトどこで買えますか？水道橋だと100均かドンキかな、うんうんうん、なんかね、このね、チャッピーさんのライトはねドンキで買ったらしいです。何円ぐらいでした？2000円ぐらい、何色展開？10色、15色ぐらいですかね、きっとね。まあ、個人的には電池の交換がしやすいものが本当におすすめです。うんうん、なんかドライバー使って開けなきゃいけないのってめんどくさいじゃないですか。それでいてね、こうボタン電池とかだと売ってるところも限られちゃうと思うので、なるべく電池交換がしやすくて、単4が使えて充電池が使えればコスパが一番いいかなと思います。ああ、充電池、はい、最初本体がね高いかなと思っても、使ってるうちにきっと元がすぐ取れると思うので、うんうん、ちょっといいものを買ってみるのもいいですし、私のおすすめはサンキューマートです。15色なんで、うんうんうん、あれですよ、ゆきさんの時には濃いめの青、うん、アイスのテーマが流れてる時には水色みたいな感じのことができるので、はい、色が多いと楽しいですよ、うんうん、はい、あとは顔より上であげないのは徹底ですね。そうですね。はい。もうそこはあのカメラのライトと同じような扱いにしていただいて、うん、あんまりこうやってするのはしないこと、試合中は消すことで、よろしくお願いします。
おじさんはペンライト持ってないからな。逆逆、おじさんはペンライト持つべき。すでにアイドルのライブに行ってる人はそれを持ってくるのもありなのかな。もちろんでございます。 LED 買ってきて作ろうかな。すごいな。前説で言いましょう。前回言ってたよ。ぜひぜひ、また今回も言います。結構ね、あの高いものの方が電池のコスパがいいので、最終的にはコスパがいいと思います、うんうん、でも可愛いものが使いたいよっていう人は100均の星型とかハート型とかがね、いいと思います、うん、だから電池が結構高くついちゃうので、こう長く使っていくとコスパがそんなにいいとは限らないかなっていうイメージですかね。まあ折るやつもいいんですけど、折るやつはあの試合中は振らないようにちょっとしまっていただくようにお願いいたします。使い捨てってことはあれば、そうです、折るのは使い捨てなんですよね。結構光の強さとか使い勝手とか長く使えるっていう意味ではやっぱり電池ペンライトの方が、はい、おすすめでございますね。アイスで作るのもありですよね。いや本当そうなんですよ。社長、社長、社長、お願いします。工事現場、あ、工事のやつ持ってきてもいいですよ。赤しかないけど。大閃光って今でも使ってる、あ、ライブ現場だったら使ってるのかな。大閃光も確かあの色変えられるやつあると思うので、ああいうのがいいんじゃないでしょうか。工事の長すぎるからダメ。こうしていただいてですかね。目が痛いから光が強いのは厳しい。周りの人の配慮はお願いします。基本的に暗くなってる入場の時にもう拍手と盛り上げるイメージで使っていただければ、うん、ちょっとぜひそういうのも楽しいかなと思うのでよろしくお願いします。以上、ペンライトインフォメーションでした。ありがとうございました。ぜひ、サンキューマート推しでございます。みんなぜひ、見てみて、探してみてください。通販もあります、サンキューマート。